1983年11月のオセアニア公演での写真シリアス・ムーンライトツアー。英語、シリアス・ムーンライトツアーは、イギリスのミュージシャンであるデビッド・ボーイが1983年に行ったアルバム、レッツ・ダンスのリリースに伴うコンサートツアー。15カ国で合計96公演が行われ、260万枚以上のチケットが販売された。 9月12日のバンクーバー公演の映像は1984年にシリアス・ムーンライトというタイトルでリリースされた。2018年には7月13日のモントリオール公演で録音されたモダンラブが追加されたものがボックスセットラビング・ジェイリアンに収録されている CD の一つとしてリリースされ、2019年には単体のライブアルバムとしてリリースされた。 これは1983年7月13日に、カナダのモントリオールで行われたライブの、セットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。怒りを込めて振り返れ壊れた鏡スケアリーモンスターズ、スーパークリップスイト式反抗ヒーローズホワットイン、ザワールド火星の生活愛の悲しみゴールデン、イヤーズファッションレッツ、ダンスレッドセールチャイナガールホワイトライト、 ホワイトヒートステーシオンとステーシオン機の触れた男優、アッシュズトゥアッシュズスペースオディティヤングアメリカンズキャット、ピープル TVC15、フェイムアンコールスターステージインジニアイキャント、エクスプレーンモダンラブ、スペースオディティから、ハンキードリーから、ジギースターダストから、アラジンセインから、ピンナップスから、ダイヤモンドの犬から、ギャングアメリカンズから、ステーシオンとステーシオンから、ローから、ヒーローズから、 ロジャーから、スケアリーモンスターズから、レッツダンスから、その他の曲、ありがとうございます。